毎度ドラちゃんです。はい、今回は CM とか映画とかドラマのロケ地で有名な奈良県橿原市今井町に行ってきます。あ、行くぞ。目的地の最寄りの駅は八木西口になります。今日はね、天気が備え良くないんで、空がちょっと曇ってるんでね、って言ってもせっかくこのロケ地スポットに来てるわけなんで、できる限り景色のいい動画を撮ろうと思います。はい、今回は重要文化財をすべて回ろうと思います。この看板、丁寧に写真撮影スポットまで載ってますね。さあ、それでは観光を始めたいと思います。はじめ。こちらは今井町並み交流センター灰奈良家です。こちらは元は明治36年築の旧高市郡教育博物館で、昭和初年から約30年間今井町役場として利用された建物を再生したものです。館内には今井の歴史や町並みに関する情報を展示コーナーや映像シアターで見ることができます。はい、1軒目の重要文化財は高木家住宅といいまして、江戸時代の生活用具や火縄銃などが展示されており、座敷に上がって見学することができます。続きまして、この重要文化財は川池住宅といいまして、江戸時代初期頃より常盆寺屋という屋号で酒造業を営んでおり、現在も酒屋として営業しております。この鈴玉は酒屋であることを示します。はい、またもう一つの見どころとして、この丸窓が見どころとして魅力的です。こちらの旧米谷家住宅はサントリー伊右衛門の CM やルローニケンシンのロケ地として有名です。はい、こちら豊田家住宅といいまして、元は材木商を営んでいた商家であり、入り母屋造りの屋根、2階正面両端には木の字の門、白壁、大和格子が印象的な建物となっております。雨がね、降ってるんで、ちょっとこの辺でお茶休憩をしようと思います。名前は古井さんです。もう食べたいもん決まってるんですけど、これです。わらび餅とコーヒーのセット、こちらを注文しようと思います。
この番茶はセルフサービスでいただくことができます。感じに雨が止んだんで観光再スタートをします。さあ行くぞ。こちらの今錦は総都処理の筆頭で領主代官の町方の支配の一翼を担い自治権が委ねられていました。当初は河合氏を名乗ってましたが郡山城主松平忠明から勧められて五代目から今錦を名乗るようになったと伝えられております。ここでもう少しだけ今井町の歴史について触れてみようと思います。時は戦国時代まで遡ります。今井町は一向宗という宗派の人たちが集まって生活をしていた町で、当時天下統一を狙っていた織田信長とは対立をしていました。当時は周りに堀を巡らせ、このエリア内に入るには9つの門しか入ることができませんでした。また江戸時代には今井町独自の紙幣も流通し、警察権が与えられたりと自治都市として発展しました。大和の鐘は今井に七部と言われ、相当な財力を持っていたことがわかります。こちらは上田家住宅といいまして、上田家は今錦家尾崎家とともに総都市寄りを務めた家で、江戸時代初期には酒造業も営んでおり、有力商家とともに先ほど僕が申し上げました独自の紙幣今井札を発行するなど優れた経済力を持っていたと伝えられております。はい、ちょっとねまあまあ歩いたんで結構疲れたんでね、ちょっと休憩しますわ。いやほんまみんないっぺんここ来てほしい。ほんまなんか江戸時代に行ってもうたんちゃうかなっていうね、ほんま不思議な気持ちになりますよ。こちら吉村家住宅は現在は丸竹住宅となり、幕末期に建てられ屋号坪橋という旧上田家の一般小屋敷構えを今に残しています。はい、最後に巡った重要文化財は山桶住宅です。こちらは幕末に新戸屋という屋号を持ち、町都市寄りを務めた大商家です。現在は内部が博物館になっており、見学することはできるんですが、休館中でした。これで一通りは巡ったんですが、皆さんどないでした？
結構古い町並み好きな人はもってこいの場所なんで、ぜひ行ってみてください。なんかね、長居しとったら日暮れてしもたんで、ちょっと腹減ったんでね、こちらの食堂楽さんで晩ご飯を食べて帰ろうと思います。ミニチャーハンワンタン麺のセットを注文しました。これ実物もやばかったんですけど、これね、半チャンじゃなくて普通のチャーハンより量多いですよね。でラーメンもボリューミーでした。これで700円は安いですね。はい、行きしは八木西口駅から来たんですけど、帰りは大和八木駅から帰ろうと思います。はい、帰りは近鉄特急に乗って帰ることにしました。今回もいい旅でした。はい、この動画がちょっとでも良かったなって思っていただいた人は、ぜひチャンネル登録と高評価ボタン、あとコメントの方もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ドラちゃんでした。ほんならまたね。バイバーイ。